はい、どうも、滝です。トイトイです。今回ちょっと実験してみたいことがあって。はい。あれ、鉛筆使い切ったことある？いや、でも俺半分も使わないでいつも捨ててた。だよね。俺ね、2年間ぐらい1本の鉛筆使ってたんだけど、それでもなんか結構普通に余ってたりして、だからそれ全然勉強とかしてなかったからじゃない？勉強は、まあ、あれ鉛筆使わないで勉強してた。で、この鉛筆丸々1本使って1本の線をバーッと描いてったら、その線が何メートルになるのかな。おお。でちょっと思ったんだよ。まだ見て大変だ。もうちょっと徹夜覚悟で。はい。で今日ノートと鉛筆用意したんで、ちょっとこの鉛筆1本使って何メートルの線が描けるかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。じゃあ書いていきますか。はい、じゃあやっていきましょう。これ大変だぞ。どんくらいで交代する？どんくらいで交代する？まあ、一冊交代じゃない。交代じゃない。力尽きる。どうやって調べるの？線が34本あるから、まあ、この引いた本数、長さかける引いた本数で、うん、何センチって、そうで、この鉛筆1本全部使い切った時に何メートルだったのかっていうのを出して、鉛筆1本で何メートルかけるかっていう検証していきます。かしこ。じゃあ鉛筆1本使い切るのは何メートルか実験。スタート。結構これフリーハンドで書くの難しいな。指が痛い。お、来るか。あ、書けない。終わったー。終わりー。もう最後こんな、もう書けませんこれ。終わったー。ああ大変だった。終わった。最後音落としちゃった。わしの名はエンダピツオ。鉛筆のことを日々研究し続けている鉛筆博士じゃ。鉛筆をこよなく愛し、鉛筆のことなら何でも知っておる。それにしても、今日も鉛筆の削りカスがうまいのう。博士。博士、こっち。うん。あ、おはようございます。おお、トチ君、来たか。何ですか、それ。何言ってる？鉛筆の削りカスだよ。何も食べてるんですか？いやいや、もう何だろう、鉛筆の削りカス。君のこのうまさが分かれねえんじゃ、まだまだ鉛筆研究者としては半人前じゃの。いや、そんなことない博士。博士、鉛筆のことだったら何でも分かります？もう何でも分かるよ、鉛筆博士だからな。この間鉛筆描いてて思ったんですけど、鉛筆1本バーって線描いたら、はい、何メートルになりますか？10メートル。10メートル。
100メートル100メートル本当に？ああ、神々に誓ってな。そんな神いねえけどな。あんま自信ねえだろ、だって。いや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 、あれよ、そこまでになったら私が今夜実際に鉛筆で線を引いて、それで、何メートルかどうか調べてやる。本当にやりますか？ああ、やってやる。じゃあよろしくお願いします、ね。どうも任せとけ。明日楽しみにしとけよ。あんま頼りにしてないですけど。うん、よし、わかった。やっとわかったぞ。おはようございます。おお、大滝くん、来たか。やっと、鉛筆一本使って描ける線の長さがやっとわかったよ。あ、やってくれたんですか。おお、ありがとうございます。徹夜してな、調べ上げたよ。ありがとうございます。うん、で、何メートルでした？何メートルでした？404.46メートルじゃん。404.46メートル。どう？404.46。本当ですか？おお、本当だ。ああ、本当なのか。じゃあ合ってたんだ。オッケー、グーグル。鉛筆一本使って書ける長さ。404.46メートルです。